おはようございます。入荷速報です。今日はまずはドラゴンの赤ちゃんからですね。指3本ちょっとですね、はい、とちょっと細いのまであります。もう今が旬なんですが本当に取れてません、タチウオは。はい、そして、中物練り声ですね。そしてグチは量刑です、結構、はい、死ぬキビレと黒ダイの方ですね。はい、この2種類カンパチの練り声は3匹ですね。はい、続いて2米ですね。はい、ちょうど今が旬と思います。だいたいこの9月10月あたりまででだいたい取れやんできます。はい、そして、マアジ、今日はマアジが大量でした。でまあ量計ですね今日は。はい、こんな感じです。はい、そして、世帯です次。はい、世帯もまあまあの量計ですね。はい、そして水イカです。水イカの新小物ですね。はい、これ1キロです、ちょうど。以上で中物です。はい、続いて小物豆味ですね、定番です。はい、そして水ガマス、今日はちょっと赤ガマスが2本だけですね。もうちょっとするとまたこの赤ガマスの大きいのがこのくらいのサイズが結構取れ始めると思います。はい、そしてあとは糸引きの赤ちゃんとかもう小物ですね。糸引きの赤ちゃんにカマス、そして、片干しイワシですね。はい、片干しイワシもちょっとですね。はい、以上で小物終わりです。本日もお買い上げの方よろしくお願いします。